地域に新しくお目見えしたお店を紹介するニューオープンのコーナーです。さあ今回はリカルド君が雑貨屋さんに行ってくれてるそうです。初めてですね。ねえ、はい、レポートお願いします。今回は住吉からご紹介。 JR 住吉駅北へ有馬道沿いに5月31日にオープンした雑貨屋ノートル。日本製の雑貨にこだわったセレクトショップです。お店に入るとカラフルな雑貨が並んでいます。オーナーが日本全国から取り寄せた雑貨はどれも上質でセンスの良いものばかり。すべて日本製でありながらも色彩豊かな製品の数々は和のテイストになりすぎず洗練されたものが揃っています。これ何でしょうね。じゃあ倒してみますね。見てください。これ普通の手袋に見えるでしょう。でもね、裏から見て、見てください。これ何に見えます？そう、あの日本の一番高い山です。店内は、ゆっくりお買い物を楽しんでいただける楽しい空間となっておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。ちょっとリカルドに感化されてこんな立ち方になっています。なんかちょっと違いますね。違いますか。はい、リカルドこんなん多いですよね。ここちょっと反り気味ね。はい、あのお店すごいおしゃれでしたね。ほんとね、はい、行ってみたいなと思いました。ああいう雑貨をね家に買ってくると、はい、生活が潤う感じがするんで、ね、いいですよね。ぜひ覗いてみたいと思います。はい。